ウィグルの使い方をメモに残した動画になります。ステップ3に分けて解説します。最後に私がつまずいたトラブルをまとめておいた。新規ファイルを立ち上げたらすぐにいらないものを削除する。削除したらモデルをインポートする。今回はイカちゃんモデルを使ってみます。イカちゃんモデルのスケールは1に合わせておくよ。髪をウィグルで揺らすので髪となるヘアをインポートする。髪型は今回12番を使用するよ。こちらもスケールを1に合わせておくよ。髪をイカちゃんの頭にかぶせる。かぶせ方の詳細は別の動画で独り言をつぶやいているので簡略する。髪の場合はヘッドのボーンにカーソルを移動させて髪をカーソルに移動させるよ。作業しやすいように髪だけを表示しておく。髪に設定してあった元のボーンは邪魔でしかないので削除する。ここからステップ2の髪のボーンを設定に入るよ。編集モードにしてボーンを追加していく。ボーンの長さを髪型に合わせておく。髪を揺らすためのボーンは E キーで追加していくよ。追加の際は髪の中心に合わせて追加すること。横のビューにするので天キーの3で向きを変えますです。ボーンは髪の中心にしないとこの後の自動ウェイトでうまくいかないので丁寧にやってください。今回揺らさないので頭部のボーンを破壊します。逆側の長でも同じようにボーンを設定する。それぞれのボーンを髪と連動させるための設定をする。頂点グループにさっき破壊した元のボーンの名前が入っているのでこちらも破壊しましょう。消滅しましたら新しいボーンの名前をすべて登録しましょう。必ずボーンの名前と一致させること。では次に、ボーンを親にして髪とペアレントを行います。ペアレントにする際に、自動ウェイトでを選択しておくこと。手作業で1からウェイトを設定すると時間がかかるので、自動ウェイトがとても楽になります。多少の修正はあるかもしれませんが、簡単に終わります。今回は、グラデーションツールで余分なウェイトを0にしますです。丁寧にボーンを設定したおかげで自動ウェイトでも正確にできてて感激。これでステップ3のウィグルの設定を行います。ウィグルミのアドオンをダウンロードしていなかったらインクを貼ってるかもしれない。概要欄までダウンロードしたらこの手順でインストールします。
身ぐるみの設定画面にするには、オブジェクトモードでボーンを選択しておき、ポーズモードにする。それから、アニメーションタブを選択すると身ぐるみがある。その中にある、スキフ、ストレッチ、減速が主に変えるパラメーターです。頭部に近いボーンは動きを鈍くしたいので、スキフを400にします。それ以外のボーンは髪の揺れを再現したいので、スキフを200にしてみます。髪の先端に、近づくにつれてスキフを小さくするとよりリアルに再現できるかもしれません。一旦、設定は以上です。スペースキーでタイムラインを動かして、ボーンを移動させてみましょう。揺れるようになりましたが、たまに起きる、メッシュ割れが起きているようです。前髪が、メッシュ割れが起きているので、補修作業をしましょう。髪のモデルを選択して編集モードにします。メッシュのコマンドからクリーンアップを選択すると、距離でマージがあるので、選択します。結合距離を長くすることで、回避できます。揺らしても、メッシュ割れは起きなくなりました。スキフ違いの動きです。減速違いの動きです。せっかくなのでイカちゃんと髪をペアレントして動かしてみましょう。問題なく動いているので、レンダリングして確認してみましょう。髪は動いてないことがわかりますが、慌てなくても大丈夫です。レイクをしないとレンダリングでは動かない仕様になっているので、レイクをしましょう。また、ウィブルの設定画面に戻ります。オーンを全選択、レイキーにした状態でベイク、ウィブルを実行します。たったそれだけのことなので、忘れがちですが、長い時間を使ってレンダリングした後にベイクを忘れた時は発狂しますので、お忘れなく。最後にトラブル時のチェック項目のまとめです。揺れないと思ったあなた、タイムラインを動かして確認してますか？ウェイトペイントが塗られてますか？適切ですか？ベイクをやり忘れていませんか？また、メッシュ割れが起きた時はクリーンアップをしましょう。対処法はすべて本動画の中で独り言で解説しています。最後まで独り言を聞いていただいたあなたに、薬屋の独り言をおすすめします。